では、後半の部ですね。今回は、CD プレイヤーが TAD の D 線 Mark II、プリアンプがフェーズメーションの CA 線、パワーアンプが TAD の M2500 Mark II で、スピーカーがソプラナンバーワンで、これは、ジャシンタさんのね、あの Here's to Life っていうこの曲をですね、順番に聴いていこうと思います。No regrets, I still believe in chasing dreams and placing bets. For I have learned that all you give is all you get. So give it all you've got. I drank my fill, and even though I'm satisfied, I'm hungry still to see what's down another road beyond a hill and do it all again. So here's to life. And every joy it brings. Here's to life, to dreamers and their dreams. Funny how the time just flies, how love can goFrom warm hellos to sad goodbyes, and leave you with the memories you've memorized to keep your winters warm. For there's no yes in yesterday, and who knows what tomorrow brings. Or takes away. As long as I'm still in the game, I wanna play for laughs, for life, for love. So here's to life and every joy it you. Here's to you.
chasing dreams and placing bets. For I have learned that all you give is all you get. So give it all you've got. I drank my fill, and even though I'm satisfied, I'm hungry still to see what's down another road beyond the hill and do it all again. So here's to life.次はね802、まあ、やっぱり1と2比べてボーカルはやっぱり1が良くてね、楽器は2がいいみたいな感じでしたね。で今回はね、ケーブルで差が出ないようにスピーカーケーブルももうほぼ完全に同じグレードで、長さも大体一緒なので、そういう差もね、ないと思う。まあ差があるとすれば、設置している場所
による音の違いというのはあると思いますが、それ以外はないと思います。I still believe in chasing dreams and placing bets, for I have learned that all you give is all you get, so give it all you've got. I had my share, I drank my fill, and even though I'm satisfied, I'm hungry still to see what's down another road beyond a hill and do it all again. So here's to life and every joy it brings. Here's to life, to dreamers and their dreams. Funny how the time just flies, how love can go from warm hellos to sad goodbyes and leave you with the memories you've memorized to keep your winters warm. For there's no yes in yesterday, and who knows what tomorrow brings or takes away. As long as I'm still in the game, I wanna play for laughs, for life, for love. So here's to life and every joy. こんな感じですね。
まあまあ聞いてて、まあ、802 T3 はやっぱり情報量が多くてね、まあ、全部出てくるっていう、まあ、モニタースピーカー的な、ね、感じで全部出てくるっていう。で、まあ、フォーカルはやっぱりあのナンバーワンとナンバーツーと、まあ、それぞれなんかちょっと目指してるところが違って、まあ、ナンバーワンはこう、なんていうのかな、あの音楽のノリの良さみたいなのが出てきて、ね、ナンバーツーになるとそれに中低音の重厚感が加わってきて、まあ、楽器もボーカルもどっちも良くなってみたいなね感じで、やっぱりあのフォーカルの方がこう家庭用としてよりこう音楽をなんか楽しく聴かせようっていうようなね、あの意図が感じられますね。でやっぱり B&W はあの正統派のモニタースピーカーらしく、まあ、情報量多くある入ってるものをそのまま出してくるというイメージに感じますね。マイルス・デイビスのセブンステップス・トゥ・ヘブン、何曲目だから、これあのちょっと長いんで途中までにしますね。全曲聴くと7分ぐらいあるので、
この、 あの CA 線ってあの結構不思議なプリアンプ、音ちょっとあのたるいとかあるんですけど、本当にこう人間がそこで弾いてるみたいな、ね、雰囲気がものすごい出てきよるんですよね。これはなんかやっぱりちょっとあのトランジスタ系にはない真空管独特のなんかこうあの、まあ、ホームページにも書いてあるんですけど、無機物が有機物に変わるみたいな、死んだものが生き返るみたいなね、そういう感じがねすごい、まあ、あのいいなという思いますね。じゃあのソプラ2で同じ曲を聴いてみます。
それでは B&W802D3 を聞きましょう。聞いた感じだとあの B&W だけがねあのスタジオレコーディングに聞こえますね。でフォーカルで聞くとライブですね。だからイメージとしてはあの
ビアンドダブルで聴いてるとすごい音いいんですけど、弾いてる演奏してる奏者のね姿は浮かんでこないんですよ。トランペットが空中にあってそこから音が出てるみたいな感じで、それをフォーカルで聞くとねマイルズ・デイビスが見えるんですよ。そこがやっぱりこの録音ではちょっと違ったかなと思いましたね。結構でも面白いですね。どっちがいいとかっていうんじゃなくてね、あの同じ1枚のディスクがライブ演奏に聞こえたり、ね、スタジオ録音に聞こえたりって、そういうの面白いなと思いますね。むしろフォーカルするのがライブやね、本当やね。ライブって、そう、ライブですね。あのやっぱり演奏にこう引き込まれる感じします。ピアニストがこう、うん、鍵盤をこうパーンってこう叩いて離してる感じとか ね、グッと押さえ込んだ感じとか、そういうのすごい分かりますね、うん、タッチの変化っていうのは。ライブっぽいね。ライブっぽい。音はね、あのビアンダブルの方がね輪郭はっきりしてて、絶対生の音には近いんですよ。でもあの受ける印象がライブっぽいね。まあある意味単の意的っていうかね、あの音よりもその雰囲気をグッて出してくる感じしましたね、ボーカルがね。このスピーカーの設置のこの幅にはま関係ない。これは関係ないと思いますね。スピーカーそのものの音色の出方だと思いますね。あの低音がボケるとか高音がカンとなるとか、それはあの置き方で全部変わりますけど、基本的にそのスタジオっぽく聞こえるかライブっぽく聞こえるかっていうのは、これはやっぱりその持ってるスピーカーのメーカーのトーンだと思いますね、うん。